川端です。よろしくお願いします。今回は2023年明治学院の問題となります。 y イコール x 分の a のグラフと点 p 2カンマ1を表した図になっています。 a が2より大きいグラフはあいうえのうちどれですかという問題です。まずはですね、まだ明らかに違うものが一つあります。それは a ですね。今A の値が2より大きいっていうことはもちろん正です。正になっている時というのはですね、この X 座標が負で Y 座標がプラスになったり、X 座標がプラスで Y 座標が負になったりすることはありません。なので、A は違いますよと。なので、赤、以下、うになるわけですね。で、続いて、明らかに違うのが、いも明らかに違うってわかります。この時、今、点 P がこの、反比例のグラフ上に載ってるわけですが、 A の値を求めることができますよね。今これ2カンマ1を通っているわけですから、 Y イコール X 分の A、 この式を両辺 XY すると XY イコール A になります。そうすると X に Y に1を代入することによって A は2と分かります。 A は2っていうのは2より大きいとは言えませんね。なので E は違うと分かるわけですね。なので答えは赤うのどちらかということになりますが、例えばうだったらこれ2カンマ1ってことはこうなるわけですね。そうすると例えばこれここの上をね、のところ見るとここの点とぶつかるわけですが、これは y 座標1より大きいっていうことですね。そうすると、まあ、これは具体的に例えばでいいので1より大きい値、例えば、それこそ2とかにしてみましょうか。そうすると、これ、xy イコール a で、x に y に2を具体的に代入することによって、a イコール4と分かります。ってことは、これ2より大きいってことになってるので、これが OK とですね。逆にこっちだったらですね、例えばこれ2カンマ1がこうなってるわけですから、ここの座標を、2カンマ、例えば2分の1とかにしましょうか。1より小さい数。そうすると、xy イコール a なので、x に2、y に2分の1を代入して、2かける2分の1で、1になりますよね。そうすると、これは、2よりも大きいとは言えないからダメだってことがすぐわかるかと思います。なので、ちょっと具体的なね、座標を、ちょっと代入してみて、1より大きい値とか、1より小さい値とか入れてみて、a の値を求めることによって、わかるかなというふうに思います。結構ですね、このグラフとの兼ね合いの問題っていうのはね、最近なんか入試で出始めたなっていう傾向がありますのでね、ぜひチェックして、他の問題もチェックしていただければというふうに思います。以上で解説を終わります。